めてきた意味があるとしたら、あなたはそれを知りたいと思いませんか？私はずっと充実した人生を送りたいと思っていました。生まれてきた意味があるとしたら、それを知りたいし、活躍できる場所があるならそこへ行きたいと思っていました。2011年に起こった東日本大震災の津波で、私は身近な人を亡くし、この時も何のために人は生まれてくるのだろうと思っていました。残された方からすれば、かわいそうだとか不運だったとか、そう思いがちです。でもその後、天災に限らず、どんな亡くなり方をしようとも、必ず全てに背景と理由があるということを知りました。私はその真実を知ることによって納得がいき、気持ちに収まりがつきました。それだけではなく、生まれてきた意味を知ることで余計な不安がなくなり、未来に希望が持てると思ったら、とても明るい気持ちになることができました。真実を知ることができる場所に出会えたことは、私にとって人生の転機とも言えるほどの大きな出来事でした。ミワインテグリティでは、日々真実が紐解かれ、基盤にまとめ、さまざまな年代や職業の人が共に学んでいます。遠方で来れない方もスカイプで見られるようになりました。迷っていた人が100日を経て一手をつかんだ時は、とても充足感でキラキラしています。必要なメッセージを受け止め、丁寧に積み上げ、一人そしてまた一人と力を発揮する姿を見ていると、私は胸が熱くなります。試行錯誤しながらも、そこへたどり着くまでの変化をずっと見ていたからだと思います。誰にでも必ずある世界一の力のことを、私たちは使命と呼びます。真実を知り、使命を知ることで、本来の力を発揮して自分自身を輝かせることができます。あなたの力はこの世に必ず必要です。希望に満ち溢れた未来へ向けて羽ばたいてください。お会いできるのを楽しみにしています。